皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、ちょっと前に YouTube のコメント欄でリクエストをいただいたんですけど、以前2回ほどしのたんなら何を着るっていう企画をやったんですよ。インスタグラムのストーリーズでみんなからテーマだったりとかアイテムだったりとかシーンだったりとかを募集して、こういうシーンの時、こういうテーマの時、こういうアイテムってしのたんならどう着ますかみたいな感じの企画を前にやったことがあるんですけど、そのリクエストをまたいただいて、前回やったのがもう半年以上前ぐらいだったので、そろそろもう一回やってみようかなと思って、また今回第3弾やっていきたいと思います。今回もですね、めちゃくちゃたくさんいただいて、もちろんね全部目を通したんですけど、その中からも私がランダムで選びました。今回もその数がすごくたくさんあるので、2本の動画に分けようと思います。今回の動画で10体と次回の動画で10体コーディネートを紹介していきたいと思います。すごいたくさんいろんなテーマがあって楽しいかなと思うので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、では早速やっていきたいと思います。じゃあまず記念すべき第1体目が、大学生で学校行く時の服というお題をいただきました。そんな時に私が着たいのはこんな感じのコーデでございます。大学は行ったことがなくって、どういう雰囲気かっていうのは分かんないんですけど、私が思う大学生コーデを組んでみました。これが私はもし大学通ってたら定番のコーデになってたと思います。そこまで派手にしすぎてもなっていうので、朝やっぱ時間がないと思うので、デニムにトップスっていうコーデが一番簡単かなと思って、こんな感じにしてみたんですけど、私の予想では、今は夏なので数学の時とか暑いと思うんですけど、校舎の中クーラー効いてるますよね、多分ちょっと肌寒い時もあるのかなと思って、今回ジャケットを羽織ってみました。そこで温度調節もできるかなと思います。で、まあバッグはやっぱり大きいイメージがあったので、 A4 ぐらいのサイズ感のトートバッグを今回は持っています。私は布のトートバッグよりもレザーのトートバッグの方が好きなので、今回はレザーにしてみました。あとはまあメガネとかちょっとね賢そうな感じで、まあ、あと髪の毛は多分朝時間がなくってすごい簡単な感じになると思うので、今回はヘアクリップでまとめています。で、もう一個ポイントがあって、シューズなんですけど、これナイキのエアフォースワンのハイカットのやつなんですが、私カスタムしたんですよ。これ靴の裏側のかかとのところにシューナっていう風に入ってるんですね。大学に入学して友達が欲しいなっていうことで、名前を早く覚えてもらおうっていう作戦です。まあでも誰も気にしないと思いますけど、そんな感じで、はい、やってみました。ということで私の大学コーデはこんな感じでございます。では続きまして、好きな人との映画デート。あのね、今回なんかわかんないんですけど、デートっていうテーマがめちゃくちゃ来たんですよ。多分2分の1ぐらいで、2分の1じゃないな、2分の1か、2分の1ぐらいでデートのお題だったんですけど、今回はその中でも映画館デートを選びました。というわけで、そんな時に私が着るコーデはこんな感じでございます。まあね、映画館デートだからといって特別こういうアイテムを使うというのは別にないんですけど、なんかデートっていうことだったので、今回はまあ白シャツ、オーバーサイズの白シャツにデニムを羽織って、でウエストをベルトでマークしてるんですけど、オーバーサイズの白シャツって結構こう彼のものを借りたよみたいな感じでよく言われてると思うんですけど、まあそういうイメージで今回は白シャツにしてみました。もちろん下はね、あのニットパンツ履いてるので見えても大丈夫です。やっぱ白シャツだけだとなんかちょっと手抜き感があったりとか、可愛いですけど、せっかくお出かけするんだったらもう少し凝った感じにしたいなと思って、今回はデニムのベストジャケットを羽織って、より女性らしくするためにちょっとこうウエストをマークして、シルエットが女性っぽくなるような感じで作ってみました。まあ私はどちらかというと普段から可愛い系を着ないので、多分デートとかってなっても別に自分が好きなお洋服を着ると思うので、いつもと同じような感じの系統でコーデを組んだんですけど、でもバッグはパールのバッグを選んで、そこでちょっと女性らしさも出しています。はい、ということで映画デートコーデはこんな感じでございます。続きまして、カワ BBQ のコーデということでした。そんな時に私が着たいのはこんな感じでございます。なんかそういう川だったりとか海とかってカジュアルなコーデが似合うんじゃないかなと思って、まあ、私のバーベキューっていうと結構デニムのショートパンツとかなんかそういうイメージがあったんですが、川ってなってくるとやっぱ虫いるよなと思って今回ロングスカートにしたんですけど、でもロングスカートだとちょっと重たいかなと思って、前に結構スリットがガバッと入ってるロングスカートを選びました。デニム素材なのでそこでもカジュアル感が出たりとかすると思います。であとトップスなんですけど、アウターってほど分厚くなくて、本当にちょっと透け感のあるようなさらっとした香りなんですけど、その虫に刺されるかなっていうので長袖のものを選んでいます。あと私はそんな気にしないですけど、日焼け対策とかにもなるんじゃないかなとは思います。
思います。で、中に着てるトップスというかなんですけど、これ実は水着なんですよ。やっぱ川っていうのでちょっと川に入ったりとかもするのかなと思って、この水着も結構トップスとして着れそうな感じの水着だったので、今回はこれを着ております。やっぱ足元は B さんとかサンダルがいいかなと思って、今回もそういったものを履いております。はい、ということで川バーベキューのコーディネートはこんな感じでございました。続きまして、自粛期間家でダラダラネトフリ祭り。やっぱり今はどうしてもお出かけとかできないと思うので、このテーマもいいなと思って今回選びました。そんな時に私が着たいのはこんな感じでございます。まあ、着たいのはというか普段からこんな感じです。いつも私は、まあ、家でダラダラネトフリっていうことだったので部屋着とかかなと思って、着替えるほどでもないと思うので、まあ、私の部屋着を紹介します。最近はもう本当にこんな感じでバイカーショーツにオーバーサイズな T シャツを着ています。ずっと家にいるので髪の毛も何もしないと思うし、髪の毛はまあ適当にヘアクリップでまとめちゃって、であとこのメガネなんですけど、これは今土入りじゃないやつをつけてるんですけど、いつも家にいてすっぴんの時とかは私は目が悪いのでリアルメガネなんですが、それも一応ブルーライトカットになってて、でこの伊達メガネもブルーライトカットなので目に優しいっていうので、ネトフリとか見るんだったらかけるなと思って今回つけてみました。はい、ということでお家でダラダラネトフリ祭りの時に着たいコーデはこんな感じでございます。では続きまして、友達とカフェ巡りというテーマをいただきました。そんな時に私が着たいのはこんな感じでございます。やっぱりカフェっていうのでなんかナチュラル系ではないですけど、ちょっとゆるっとした感じのコーデが合うんじゃないかと思ってこちらのコーデにしてみました。このコーデやっぱキャミワンピがポイントになってくると思うんですけど、このグリーンのキャミワンピがカフェ好きそうな感じしませんか？めちゃめちゃ偏見ですけどカフェ好きそうだなっていう感じがするけど、でも私の普段の系統的にゆるっとしたカフェに似合いそうな感じのコーデっていうんですか、なんかあるじゃないですかそういうの。大人っぽい感じのコーデはしないので、今回デニムをね中に仕込んだりとか、あとトップスもキャミワンピの下にアメスリのトップスを着てちょっとヘルシーな感じとかにしてみました。このねアメスリのトップスって本当にいろいろ使えて、キャミソールとかの下に着てもこう形がやっぱちょっと普通のキャミソールとは違ってくるので結構ね可愛いんですよね。あとメガネとかヘアクリップとか足元もコンバースでちょっとラフな感じに仕上げてみました。ということで友達とカフェ巡りコーデはこんな感じでございます。では続きまして、ブラックピンクをテーマでっていうことだったので、そんな私詳しくはないんですけど、すごいファッションとかいつも可愛いなと思って見てて、今回私もちょっと家にあるモードでかき集めてそれっぽい感じでコーデを組んでみました。はい、ということで私のブラックピンク風コーデはこんな感じでございます。ガールクラッシュっていうジャンルって言われてると思うんですけど、ちょっと強めな感じのコーディネートかなと思います。いろいろなんか衣装だったりとかを見てみると、ロックテイストも若干入ってるのかなと思って、足元はちょっとゴツめのブーツにしてみたりとか、ブラックのデニムのショートパンツとかグラフィックが描かれた T シャツとか、それに結構こうアクセサリーをジャージャーとつけるイメージがあったので、ネックレスもすごいごついものをしたりとか、あとハーネスをしてみたりとか、あとこのデニムのベルトループにやってるのがネクタイなんですけど、この足はねなんか私見た画像でやってらっしゃって、私もこういうのできそうと思ってやってみました。やっぱりちょっとなんか物足りない感じはしたんですけど、私なりの精一杯のブラックピンク風コーデでございます。では続きまして、バイトで黒スキニーしか履けないバイト前のお洋服ということでした。そんな時に私が着るのはこんな感じでございます。このテーマも何件か着ていたんですけど、黒スキニーってすごい定番のアイテムなので、コーディネートがワンパターンになりがちだったりとか、バイトっていうのでなんか張り切りすぎてもあれだなっていう感じするし、でもシンプルすぎても同じ感じになっちゃうしなっていうので、私はこういうコーデを今回組んでみたんですけど、個人的に黒スキニーかけるマーチンのコーデがすごい大好きで、やっぱマーチンを履くことで一気にストリート感が出て、スニーカーとかももちろん可愛いんですけど、スニーカーとかよりもちょっと雰囲気のあるコーデになるんじゃないかなと思って今回マーチンを合わせました。やっぱマーチンは結構かっこいいイメージのアイテムだと思うので、それに合わせてトップスもカーキのタンクトップと、あとこれパーカーなんですけど、やっぱバイトってなるとお昼から出勤したとしたら多分夜ぐらいになるだろうなと思って、夜ってことはちょっと肌寒いかなと思って羽織れるようなものを今回は合わせております。バッグも多分大きいものがいいと思うので、 A4 のサイズのレザーのやつを持ってみました。これだったらなんか色味とかもちょっと落ち着いた感じだし、そんなに張り切りすぎてはないけど、バイト前とかちょっとフラッとどっか買い物行けたりとかするような感じのコーデじゃないかなと思います。では続きまして、女子だけでちょっと攻めたコーデしたい時ということだったんですけど、こんな時に私が着たいのはこんな感じでございます。女の子だけっていうので結構ボディーラインが出るようなピタッとした感じのものがやっぱいいんじゃないかと思って、
この半袖のねタイトな黒のワンピミニワンピを着てみました。やっぱこういうミニワンピ私もすごい好きなんですけど、女子会にすごくぴったりなアイテムだと思います。全体的に黒ベースでちょっとかっこいいクールな感じ、攻めた感じにしていて、ミニワンピに足元はちょっとごつめのブーツっていうのが鉄板なんですけど、やっぱりこの合わせが可愛いので今回も足元はブーツを合わせてみました。髪の毛もヒョウ柄のシュシュでポニーテールにしたりとか、あとサングラス、カラーサングラスをつけたりとかして、結構攻めた感じのコーデができたんじゃないかなと思います。アクセサリーもね結構ごつめなものをジャージャーとつけてみました。はい、ということで女子だけのちょっと攻めたい時のコーディネートはこんな感じでございます。では続きまして、田舎のスーパーっていうお題をいただきました。これはもう見た時に面白いなと思って選んだんですけど、田舎のスーパー私が着ていくのはこんな感じでございます。田舎のスーパーって言ってますけど、普段から私ちょっとフラッと出かけたりとかスーパー行く時大体こんな感じですね。最近ゆるっとしたデニムにゆるっとした T シャツっていう感じで、もうすごくカジュアルなちょっとメンズライクな感じのコーディネートをよく着ます。まあ、やっぱデニムは本当に何でも合わせやすいしスーって履けるので、ちょっとこう外出たい時とかによく履くんですけど、デニムの中でもちょっとゆるっとしたものを選んでいて、でも足元はこのアグのねスリッパ、これはもちろん屋外でも履けるやつ でこのスリッパすごい可愛いじゃないですか、モコモコで。だからよくスーパーとかはこういう感じで行ったりしますかね。まあ、あとはスーパー行く時とかは別に髪の毛とかもそんなにやらなくていいと思うので、帽子をもうギャッてかぶっちゃって、バッグは基本的に財布だけを持っていくのですごい小さめなバッグで、その中にエコバッグも入れちゃってっていう感じでいつも行っております。はい、ということで続いてラストになります。ラストがクロスラックスでも周りと差がつくようなコーデということでした。そんな時に私が着るのはこんな感じでございます。クロスラックスはねもう本当私も大好きだしすごい履いちゃうんですよ、やっぱり合わせやすくて。そうでもやっぱなんかワンパターンになりがちだなっていうので、最近はもう街行く人スラックスだらけだと思うので、シルエットを変えたいなと思って今回ロングブーツを合わせて、さらにその中にちょっとインしてみました。同じスラックスだけどなんかちょっと上級者に見えるなっていう感じがあると思います。あと個人的に思うのが、大体クロスラックス履いてる人とかってどちらかというとグレーとかブルーとか寒色っぽい感じのアイテムを合わせる方が多いと思うんですよ、個人的に。なので私は今回まあそこまで色は使ってないんですけど、ポイントでブラウンをいくつか使ってみました。ロングブーツもブラウンのウエスタンブーツだったりとか、あとベルトもねブラウンにしてるんですけど、意外と可愛いんですよ黒かけるブラウンって。トップスは T シャツとかでももちろん可愛いと思うんですけど、やっぱ T シャツだと無難な感じになって、より差をつけたいんだったら、まあ、こういう感じのベストとかを着てあげてもいいんじゃないかなと思います。であと髪の毛もね、このクリップ前紹介したんですけど、これでちょっとヘアも変えてみたりとかして、まあ、いつもと違った感じに今回はコーディネート組んでみました。結構私このコーデお気に入りです。はい、ということで前半はこちらの10体でございます。いやー今回も盛りだくさんでしたね。いかがでしたでしょうか。なんかみんなお気に入りのコーデとかありましたか。毎回この企画をやるときっていつもなんか考えないようなテーマとかをみんなが送ってくれたりとか、私もこうテーマをもらうことで自分だったらどうやって着るんだろうなって考えるのすごい楽しいので、毎回この企画はね個人的にもすごく好きなんですけど、みんなも楽しんでいただけたら嬉しいです。今回は2回に分けて動画を上げようと思うので、後半の10体も可愛い声たくさんできたので、ぜひ次回も見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。